そうしたら渋滞が発生するに決まってるじゃないかと。お前ら本当すればいいのにと思いますけどね。まあ飲むこと、食堂に行って飲むこと、食べること、寝ること、あと運転席の上から見るあのミディスカートのお姉ちゃんの足だとかね、そんなんですよ。はい、皆さんこんにちは、親父です。親父は広島マイナス完了、西広島バイパスの下り線、もう少しで西梅樹里落ちといったところですの 300メートルバックという感じですかね。で今日はですね、トラックに乗ってて良かったことと、良かったこと、いいことと、いった感じのことをね、話していこうかなと思っております。で、このビデオはですね、特にトラックの仕事に興味がある、トラックの運転について知りたいとか、トラックの仕事ってどういうなのとか、そういった方へね、特に初心者の方に発信しております。じゃあ早速やっていきます。まずですね、まあ、西梅樹里落ちての今目の前に柿いかだですね。向こうの島はね、宮島です。すごく綺麗でしょ。まあ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 綺麗というんですか、まあまあ綺麗と言ったらあの叱られちゃいますけどね。まあ、トラックの仕事ってね、確かに楽ではありません。でよく言うね、あの手積み手下ろしの仕事もね、やっぱりあります。どうしてもあります。これをね、絶対にねなくすことはねできないんです。ですがまあそんなね仕事をやってる、まあ確かにね、きついこともありますよ。ああ、きついわーというし、時もありますけれどもね。やっぱそういった時に、まあ、荷物を下ろしたりだとか、積んだりだとかね。そしてその仕事が終わると。終わった時にですね、一応の達成感はありますよ。ああ、一人で10トン下ろした、13トン下ろしたとかね、あんな荷物だったけど、1時間半で下ろしたよと。きつかったけれども、まあ、1時間半で荷物が下ろせたよと。そんな感じでね。で、一応のね、達成感もあります。ほんとね、きついんですけれどもね、夏場でもね、ほんと楽ではありません。きついんですけれども、それをやり、置いた後のね、まあ、水道で顔を洗ったりだとかね、一応の達成感があります。で、基本、一人作業なんでね、もうこの荷物全部自分で下ろしたんだと、言ったところでね、ほんとちょっとね、自慢してもいいと思います。で、まあ、さっきも一部景色が見えましたけれどもね、荷下ろしの時間とか、荷を積む時間ってね、まあまあせいぜいね、1時間半とか2時間ですよ。バラをね、バラ積みを積んでもね、まあ、2時間。まあ相当きついバラだったら2時間とかね、かかるかもしれませんけれども、大体ね、慣れてきたらね、もうたったたったやるとね、ほんとね、1時間弱で終わりますよ。で、パレットもんだったらね、ほんとものの10分とかでね、10分15分とかでね、荷物積んだり下ろしたりね、できるんでね。で、その後はずっと運転ですよ。
あなたの大好きな運転ですよ。トラックの運転ですわ。で、ほんとね、ほんとまあ、きついというかね、まあ、バラの仕事があったらね、もうそれはしょうがないです。でもね、それを、まあ、我慢してやればね、1時間半とか2時間でね、荷物降りちゃうわけですよ。で、あとはね、運転なのでね、もう慣れればね、運転時間がね、休憩時間であり、自分のお楽しみに変えればいいんですよ。で、さっきみたいなね、いい景色もありますよ。今時間が16時21分ですけれどもね、これがね、これがどん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 日が暮れていくと、夕焼けとかね、西の方に向かっていけば夕焼けが見れますしね、で、綺麗な、なんていうんかな、夕焼けとかね、見れますけれども。で、海岸線とかをね、海沿いを走っていれば、本当景色はいいしね。で、そういうところにパーキングだとかね、なんか洒落た店でもあればね、トラックが止められれば、道の駅でもあるじゃないですか。そういうところでもね、ちょっと入って、ここで美味しいものを食べようかとか、ご当地ですよ。ご当地のね、その、土地土地のね、美味しいものを食べたり、名物のね、お土産を買って帰ったり、長野に行ったら、あ、そうだな、信州そば買って帰るかとか、野沢菜漬けを買って帰るとか、山梨に行けば、ぶどう、桃買って帰るとか、茨城に行けばね、水戸納豆買って帰るかとか、いろいろできるわけですよ、そのご当地のね。私もその、若い頃長距離バリバリやってましたんでね、よく関西に行けばね、関西の方のお土産あるじゃないですか。まあ、京都の方だったら、八橋とかね、あと、なんだ、お茶があったな、あそこの宇治茶とかね、それとか、まあ、ね、滋賀に行けば、滋賀の、なんかね、あるわけですよ。で、美味しいもんもね、ありますしね。京都の横綱ラーメンもよく行きましたね。悟空ラーメンというのもありましたけれどもね。私の頃にはですね、その、道の駅というのがね、なくて、今みたいにね、あちこちにね、道の駅というのがね、なかったんですわ。最後にね、覚えてたんがね、19号線、あれは、中仙道じゃね、何街道って言ってたかな、19号は。忘れちゃいましたね、もうね。なんたら街道って言ってましたよね。20号が甲州街道ですよね。21号が、忘れましたね。19号はね、中津街道じゃない、なんとか街道って言ってたんですが、もう忘れちゃいましたね。で、19号線にね、どっか道の駅がありましたね。ほんとね、山の中ですよ。山の中の何もないようなところにね、道の駅があってね、あそこ静かでよかったんですけどね。ただし、8時でね、なんか食堂が閉まってたんでね、ねえ、まあ、その頃までね、飲まずというか、食べないで行ってたらね、ちょっとね、お腹減って、どうしようもなかったですけどね。で、今であれば、ほんとね、おしゃれな、道の駅とかでもありますしね。で、美味しいもんとか、あるじゃないですか。美味しいものも、食べられるし、まあ運転手ね、やっててね、楽しみというのは、ほんと、まあ、これは個人ですけどもね、私であれば、昔の私であれば、まあ、
飲むこと、食堂に行って飲むこと、食べること、寝ること、あと運転席の上から見るあのミディスカートのお姉ちゃんの足出すかね、そんなんですよ。はい、チラッコチラッコ見てね、おお、こいつええ足してんなと、その足の付け根は誰に見せるんだいとか、はい、変態ですね。まあまあまあ変態でもいいじゃないですか。実際ね、手伸ばしてえへへとやったら本当ね、あの犯罪ですけど、まあね、上から見る分にはね、減るもんにはねといった感じでね、本当楽しみもねありますよ。はい、で昔だったらね、無線のフレンドさんたちとね、本当グランドして飲んだり食べたりねしてましたよ。今はそのグランド言いますけどね、あれもともと無線用語ですからね。ツイッターだとかね、なんか今 YouTube の間でね、グランドというのがありますけれども、もともとはね無線用語なんですよね、あれ。はい、そんなところです。まあ今はね、本当無線やってる方はね、本当少なくなりましたけれども、まあなかなかグラウンドできにくいですよね。リアルタイムで連絡は取れませんからね。ツイッターだとか、なんか DM みたいなんで、あそこで待ってるからとか、なんとかかんとか言っても、ねえ、なかなか、なんていうんですかね、リアルタイムでね、連絡取れないじゃないですか。いちいち止まって見なくちゃならないしね。その点、無線なんか良かったですね。ここはなんかやってるな。工事かこれ。なんか人がいましたけど。で、そうやってね、人とグラウンドして、まあ、コーヒーとかね、よく、お初のグラウンドがあるじゃないですか。無線ではスライドだとか、よく繋がったりね、するんですけれども。で、ランデブーもそうですよね。ランデブーはするんですけれども、なかなか、会って車から降りて、グラウンドして、なんか、直接話すと。いうようなことはね、そんなないですからね。でもやっぱね、無線の仲間で、まあ走ってて、430の休憩だとかね、しなくちゃならない時に、まあ時間があったらね、自分そこのパーキングで、休憩するんで、よろしかったらドラム缶チャージしますかと。まあドラム缶チャージというのは、飲み物でも飲みますかみたいな感じでね、よくやってましたよ。で、ね、無線なんでね、声しかわからないじゃないですか。で、声はなんか優しそうな感じがするんだけど、いざグラントしてみたら、なんかとても恐ろしいね、ほんとどっか、組にでも入ってますかみたいなね、感じの人もね、いましたよ。でも喋ってたらね、とっても楽しい人でね、本当交流してね、本当仲良くさせていただいたトラックドライバーね、本当5万と言いましたよ。まあ5万人までは行きませんけどね、何千人と言いましたね。なのでね、本当まあ今ですよ、寝る間がないとか、なんかなかなかね、なかなか寝られないとか、なんとかかんとかもね、ありますけれども、でもね、そうでもないと思いますよ。本当にね、本当に寝る間がなくて、夜通し走って、
走らないと、こいつ、こういう感じで出てくるのか。危ないな。で、本当にね、寝る間も惜しんで走らないと、荷物がつかないと。言ったようなことはね、今の世の中ね、ほんと少ないと言ってましたね。私今長距離やらないんでね、わかりませんけれども。これはね、元私がいた会社の同僚がね、言ってましたよ。ほんと今はね、ほんと、我々が、まあ、私が20代、30代でバリバリ長距離やってた頃とはもう全然違うと。もうすごい仕事が楽だと言ってましたね。あと寝られないとかなんとかかんとか言うのはね、やはりパーキングの問題です。駐車場がないとかね、なんかね430したいのにそこに入れないとか、それはね工夫次第で、私はね今長距離やりませんけれども、430の休憩、もしくは8時間の休憩、休息か。それはね、やり方次第ではね、上手にできると思うんですよね。私が現役の頃に比べれば。まあ、そうは言ってもね、休憩場所が少ないよというのは聞きますね。はい。で、何時に？今午前0時を回ってインター降りると安くなるとかね、あんなんもありますけど、そんなんするから手前のパーキングとかサービスエリアはねごった返すんですよね。そういうのするから、これはちょっとね、ちゃんと国が考えてくれなきゃね。国がやるのか、まあ国ですよね、あれ国交省ですよね。道路公団、ネクスコは民間じゃないでしょ。あの辺もね考えてほしいですよね。まあそうは言ってもね、まあこいつは言ってもね動かない人間ばっかりなんでね、ほんとね、寝るんであればまあ手前の方で、もっと手前、まあギリギリのインター、最寄りのインターの近くで寝るのが一番いいんですけどね。それは一番いいと思います。でも結果寝られなかったら、もうそこの最寄りのインターでね、午前0時前に降りたり、ということもね、発生してしまうんで。あとは本当、その、二つ三つぐらいの、ところで、休憩するとか、そうは言ってもみんな一緒でしょうからね、考え方は。ほんと大きなインターの辺はね、ごった返すと思います。横浜インターだとか、東京インターだとか、ね、名古屋インターだとか、その辺もね、名神で言えば、どうなんだ？西宮だとか、まあ、吹田もそうでしょう。あの辺の、都会のインターはね、みんな、考えが一緒だと思います。はい。まあ、そんな中でね、まあ、結果ね、なんて言いましょうかね。サービスエリアというのは、確かに大きいですけどね、大きいんだけれども、なんて言いますかね。まあ、駐車場も大きいんで、車両が、ごった返すと、いった感じですよね。まあ、その辺もね、まあ、経験で、なんとかなるんじゃないのかなと思いますけれどもね。まあ、たまに、他の方の、動画、見てると、あ、ここ、入れなかった、430失敗、みたいな。ここで寝たかったんだけど、入れない、いっぱいだ、出よう、みたいな感じでね、います。はい。確かにね。
ったので、本当その辺もね、国交省はね考えてほしいですよね。我々は仕事で高速道路使ってるんですからね、もういつ乗っても降りても関係なしに、もうその最大の割引をね聞かせてもらわなくては。だからその時間に集中して、だから事故が起きるんですよね。それをその国の賢い人は考えてくれないといけないですよね。なんでそれがそういう考えが頭にないのかなと。なんで午前0時を回ってどうのこうのと。そうしたら渋滞が発生するに決まってるじゃないかと。お前ら本当すればいいのにと思いますけどね。はい。まあこんなところでね言ってもしょうがないんでしょうけれども、はい、トラックドライバーは楽しいよという話からちょっと脱線しましたが申し訳ないです。はい。でもまあ本当まあ昔に比べればね、本当今良くなったと思いますよ。良くなったはずです。良くなっているであろう。私もね長距離もうやめてしまったんでね、去年ね長距離コロナの間仕事があれば長距離あってもいいよと言ったんですけれどもね、結局は長距離走れませんけれどでしたけれども、まあ、たまにはね本当東北の方でも福島仙台あたりでもね行ってもいいかなと思いましたけれどもね、まあ結果全然仕事がなかったんで、本当に今長距離がどうなってるのかというのは分かりません。で私も去年全線高速で全線高速で山口広島間ですけどね、夜中でも走る仕事をやってましたけれども、ちょっとトイレに行こうかなと思っても本当いっぱいでしたわ。まあこの辺のパーキングしか行きませんでしたけどね、宮島だとかね、下松サービスエリアもそうですよね。ああいった大きなところはね、やっぱり午前0時を回って、まあ午前0時前からその前後と、まあ1時とか2時は多いですね。やっぱねみんな寝てますね。で午前3時を過ぎればね、みんな移動していくんでね、パーキングも空いてくるんだろうと思いましたけれども、なのでねその時間割引でねやるのはやめてほしいなと。トラックの運転手も本当言ったらね、現地について寝たいんですよね。ここはね止まっとかないと。ここにねポリボックスがあるんですよね。ポリボックスがあるんですよ。ここねよくね白バイがね隠れてるんですよ。ここね変わるんがね微妙に分かんないんですよね。その歩行者の信号がねちょっとね見えにくいんですよね。あまりよくありませんけれども、後ろの車来る気でいたのかな、やけに車間距離が近く止まってますけれども、まさか私が止まるとは思わなかったとか。これでねお釜掘られちゃ私もねやれませんけれども、はい、あるでしょここにポリボックスがね、たまにね外にいますからね、そこはさすがにねもう横断歩道をまたいででも止まってやろうと思いますけれども、まあ、ちょっと話またまた脱線してしまいましたけれどもね、まあ、本当ね運転手はまあ大変ですけれども、そういったね楽しみもあります。動画もねこうやって撮れるし、で今ねツイッターだとかフェイスブックだとかもね、綺麗な景色とか美味しいご飯とかね載せて、インスタやツイッターにね上げても楽しいし、本当ねいい時代になったなと思いますよ。そして
楽しみながら仕事ができるのがトラックの運転手じゃないのかなと、トラックの仕事じゃないのかなと思いますけどね。皆さんはどう感じたでしょうかね。それではこの動画は以上になります。お役に立ちましたでしょうか。チャンネル登録などもお待ちしております。それではこの後もご安全に、いってらっしゃい。